神宮球場には大観衆が詰めかけています。東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。バッターボックスは9番佐野。スワローズこの回1点を失っています。さあ再度の勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負った場面。さっきのホームランで勝ち越されてしまったんでね、緊張の糸が切れたかもしれませんね。ああそうですか。まおっとどうだ、スタンドに入ります。危ない球です。センターの頭上を越えた。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。ベイスターズ追加点を挙げました。7対4、スワローズさらに三塁二塁のピンチが続き、ヤクルトスワローズ痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、残念ながら敗戦となってしまいました。そうですね、まあただ最後まで粘りを見せましたしね、残念ではあるんですけどいいゲームでしたね。そうですね、次につながるそういった反撃は見せてくれました。勝った DeNA ベイスターズ接戦を